はい。ちょっと新しいカメラだからね、使い方がよく分かっていない。今日初めて？今日ほぼ初めて。おいいじゃん、もう一回練習じゃない？そうそうそう、だからね、練習なので、もしかしたらボツになるかもしれないですけど、もしこの動画を見ている人がいればボツになっていません。今日は2週間に一度の恒例の韓国スーパーツアーツアー行ってきます。今日はピノではなくケイちゃんがいます。まずはボバストップ。It's time for tea。 はい、何味ですか？これは何だっけ？ブラウンシュガー。ブラウンシュガー。クレームブリュレ。クレームブリュレ、甘いやつ。甘そう。じゃーん、ほらー。なんか、あったけど一瞬おかしくないか。ほら、あるよ。ほんとだ。なんか、パソコンにガンガン貼りたい。やばいね、これデビュー当初のやつじゃん。そうなの、ちょっと若いね、確かに。若い若い。みんなちょっとカツンしてるもん。そうね。加工の感じもなんか古いね。非常にアンオフィシャルです。うん、ちょっと可愛い。ちょっと可愛い。H マート来ました。あ、そうそうそう。大量のシラス。冷凍タコ。冷凍のプルプル肉。豚肉です。この味付きカルビみたいな、マリネートされてるからね、焼くだけで美味しい。これなんか食べたことないけど、チョコレートのチョコパイの中に餅、ちょっとこれ試してみよう。はい、ラーメンセクションですよ。バババババン。なんかこれ気になる。汁なしだけど。いいよ。今回のラーメンはこちらの2つにしました。これは初めて買う、なんか汁なし麺みたいなやつで、これがいつも買ってるカルビックスです。こういうレモンジンジャーのこのジャムみたいなやつをお湯に溶かして飲むとすっごい美味しいし健康に良さそうなんですけど、ちょっとなくなりそうなので今回は梅味を買ってみます。梅ティーで、日本のブルドックのソースもあるのでとんかつソースを買います。コツじゃん、いろんな種類がありすぎ。すごい。この冷麺の辛いやつは辛すぎるけど、辛くないやつはパンチが足りないから2つ買ってミックスするというのがいいと聞きました。塩クラゲ。花田さんのえのき、これめっちゃ美味しかった。すごい長持ち。明太子。これかな？スライスされてるキムチ。これね、切らなくていいからおすすめです。この辺は全部おつまみ系なんで、これは結構美味しいんですよね。なんか欲しいものありますか？今日はいいかな。韓国のりま。キムバック。なかなか美味しい。はい、終わったんでお会計します。並びます。予想は150くらい。さあ、おいくら？ヒントが合いません。158ドルです。はい、ただいま。今日はサムゲタンを作ろうと思います。前に買ってきた
このもち米だと思っているんですけど、もち米じゃなかったらどうしよう。もち米だと思います。これといっぱいあるチキン、そしてナツメも前買ってあったのでナツメも入れてグツグツ煮てサムゲタンにします。煮込みます。にしてのピノ、30分ほど経ったので開けてみます。ババン、イエーイ、うー、おいしそう。すごい斜めてるよ。うん、これはいい出汁が出てるね。でもこのもち米と一緒に、うん、